お邪魔します。おお、いきなりのすごい階段。階段こんな感じです。先が見えません。全部で403段あるそうです。ちょっと階段の幅が自分の歩幅には合わないくらい広い。あ、手すりが、あ、こっから急になってる。下はこんな感じ。いや、死んじゃう、疲れる。足が。あ、ベンチ。途中にベンチもあります。まだまだです。よいしょ。そろそろ階段終わりかな。と思ったらまだまだ。あ、まだ続く。ベンチ。登り始めの階段はきついですね。新緑が綺麗です。鳥もいい声で鳴いてる。お、これで階段終わりかな。お、吾妻山が見えました。いや、長い階段だった。いや、平坦になりました、道が。はあ、ありがたい。はあ、石が祀られてます。なんか空気が変わった気がします。あの石のパワーかな。あそこからなんか空気が変わった気がします。道がこっちに行く道とこっちに行く道と二つ、広い方に行きましょう。あれ、さっきの道ここに出てきたのかな。結構ベンチがそこら中にあってすごく親切な登山道ですね。ここから階段だ。カツラ、ご神木のカツラの木のようです。標高1300メートルに自生しているカツラの木は非常に珍しいようです。再びパワーをいただきました。よし。おお、いただいたと思ったらでっかい岩。おお、石割神社に着きました。すごい、ベンチもあるし。おう、うわ、でかっ。
時計回りに3周すると運が開けるそうです。おお、おお、こんな感じ。よいしょ。よいしょ。うん。よいしょ。はい、シュー。ちゃんと階段もきれいに作られてんや、下を見ながらじゃないと危ないよ。みんなこんな感じ。よいしょ、よいしょ、はい、もう失礼しました。もう失礼ですね。よいしょ、すごい空が、青空が。はい、じゃあ頂上を目指します。なんか下が滑るのでロープに捕まりながら登ってます。まあ石割神社からは根っこや足元が滑ったり、うわ滑る、よいしょ、うい、こんなところは、よし、お、山中湖が見えます。根っこ。猫、お、前方開けてきた。あ、着いたかな。あ、うん、お、あ、富士山頂上がちょっとだけ、はあ、いやでも見えてよかった、はあ、
結構滑りやすいですね、下りは。今平尾山というところに向かってます。お、いきなり滑るよこれ。危ない危ない。おお、やばいやばいやばい。落ちた。いやー危ないな、ここ。あ、ようやくなだらかになりました。いやー怖かった。もう滑る大変でした。いや快適な道になりました。いや新緑の中気持ちいい。おう、これは何でしょう。あ、ちょうど分岐のところですね。こっちに行くと駐車場に戻ります。平尾山の方にちょっと行ってみます。あ、開けました。平尾山に着きました。が、富士山隠れました。いただきます。うまそう。鮭のおにぎり最高。戻ります。分岐に戻りました。こっち行きます。緩やかに下っていきます。ここからちょっと階段的なものになってきましたね。あ、貯水池、駐車場、トイレ、こっちですね。結構急ですね。お、沢。駐車場に戻りました。